まあすごい簡単なやり方でやります。1,2,3,4 みたいな、で最後全体、そんな感じの簡単なやり方にします。1,2,3,4というのは1月、2月、3月、4月、4月という感じで、最後は全体という感じで見ていきたいと思うので、1月から順番にちょっと引いてもらいます。もう一個引いてください。ここに置いてもらっていいですか。はい、上がる。残念。なんで、これはどうなんですか。これはじゃあ僕パターンがあって、悪いことを言わないパターンが1、うん、で、まあ、優しく言う、全体悪いことも言うけど優しく言ってが2、はっきり言ってが3、どれがいいですか。はい、先に言います。2月はね、2人の関係で今見てますけど、2人の関係上は彼がいろんな考えがコロコロ変わってしまう、日によって変わっちゃうよ、来月はとか。1月は、悪いわけじゃなくて復活って意味があるので、1月はね、もう一回初めの気持ちに戻るとか、そういうのがやりやすいです。2月はダメですね。1月の方がいいですよ。1月にそういう関係に、とりあえず謝れば大丈夫です。謝って、別に関係が戻らなくても謝りましょう。はい、それでごめんねって言って、どう最近とか、そういう感じでいいと思います。で、2月は彼はブレブレです。自分でもブレてるのを気づいてるぐらいブレちゃいます。いろんな意見に惑わされてしまって、こういうのもいいと思うし、こういうのもいいと思うし、自分の軸がしっかりしてないからフラフラしちゃいます。フラ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 してるから、フラフラっていうのは、ね、プラスの意味もあるんですよ。新しく次の展開に行くのにはいろんな情報が入ってきて、それに対して自分でそれを選んでいくっていう意味もあるので、悪いフラフラではないんですけど、ちょっと塾がない感じになって、3月浮気します。げっ、3月は悪魔のカードで悪魔が入ってきます。3月は分からないけど、何か、どうしようかなっていう、チーンみたいになってるじゃん、もうチーンってなってるじゃん。チーンってなってるじゃん。これチーンっていうのを逆位置出てるから、チーンってなっちゃってるんですよね。へ、逆位置なければ探すって意味なんで、今後の2人を探していくって意味にはなるんです。チーン、逆位置だからチーンになっちゃってるんですね。これは一番最大限は、優しさが一番の最大限の力ですよってことになります。で、この猛獣が彼らです。これは自分です。あってとかじゃなくて、その体調大丈夫とか、そういうところの心配をしてあげるとすごくいいです。そういうので、ね、彼はちょうど、飼育されてるっていうか、ここから逃げない感じを作れるのは、優しさ、そうそうそう、優しってのが一番いい。これさっき終わったと言ったんですけど、ハガルっていうのはアクシデントの石なんですね。これはね、ちょっと亀裂が入っちゃったりとか、そういうのを表すんですね。はっきりバージョンでいいんだよね。いいだよ。予期しないとか、いきなり気持ちが冷めてしまうとかっていうことがありえます。だから少し今回のいろいろやることによって、彼がブレてる中で、やっぱり気が変わってしまったりとか、ちょっとやっぱりその他の人のところに行ってしまう可能性非常に高いですよね。ちょっと浮気するとか、そういうのはちょっとあると思います。だけどそうなってもよし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 ってやるしかもうないんですよ、方法は。つらー、一番無理でしょ。一番無理だったよ。だからもうそうしないと、もし頑張っていきたいならそれが一番ですよ。へー、じゃあ絶対3月で終わるじゃん。ね、だから3月に終わるから違う人探しとけ。頑張ろう。変更して探す、うん、こんなのさ、どうしていいのか、そういう感じです。ちなみに3月はどんな悪いの、どんだけ悪いの、絶対、いや、彼が悪いわけじゃないね、これは。占い上で、占い上彼が悪いわけじゃなくて、彼に寄ってくる人がいるんですよ。そいつが悪いのよ。そうだよね、彼は悪くないですよ。そいつが寄ってくるから悪いの。でも寄ってこさせないように出ちゃダメとかも言えないじゃん。そしたら彼は離れてくるからさ、何もできないんですよ。ちょっとそういうお店に行ったぐらいの感覚だと思います。だからずっとじゃなくて、それが心が離れるんじゃなくて、心は離れない、肉体的な離れがあるってこと。簡単に言ったら肉体的な離れるかどうか分かんないですけど、ここで、だからちょっとこうならないように我慢するとかないの。こうならないためにみたいな。だって何なの。
なるんだ。いや、その対策の意思としてこれが出たから。あ、そうなんだ。そちらがいいの出して出してくれれば、まあ、こういう風ですねとかって言ったから。ダメなの出ちゃったんだ。あら。じゃあもう絶対なるんだね。うん、じゃあもうなったとして浮気をしました。それを許したらその後もでいくの？大丈夫だと思う。よし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 たら。うん、多分その浮気したとしてもその子のことを本気で好きにならないから大丈夫。あ、そうなんだ。うん、ちょっとスポーツ的な感じ。あ、なんかちょっとジム行ったなみたいな感じだったり、それを飲み込めるかどうかな。そこで怒っちゃったら別れちゃうかもしれない。そこでこう迷っちゃうと、そうすればシャシャシャやってやるのです。はい、と、はい、いうことで大丈夫でしょうか。相性は抜群です。なかなかいないですよ、この相性に出会える人は。でもタロットがだって同じ番号ですからね。そうなんだ。2桁の数字がなかなかいないですよ、本当に。今後出会える人でもなかなかいないと思うんで、相性はめちゃくちゃいいと思います。ただお互いわーってなっちゃうから、うん、行動が早いんですよね、感情的な行動がお互い。だからそれになっちゃう。相性はいいです。ちなみにここでメールを浮気していいのか。うん、よっしゃ。チャラの相性、それは心の浮気じゃないでしょ。うん、そういうなんかちょっとした隙間を埋める浮気でしょ。うん、それはいいんじゃないですか。へぇー。です。はい。終了。どっか好きなとこに結んでください。目指すとこに。どっか好きなとこ？てっぺんがいい。お、行きますか、てっぺん。これ破れたら終わりだよね。うん、そこで最後ね、あんまある程度引っ張ったら潰してもらった方がいいかも。そうしないと、そう、そこであとも潰して引っ張ったら破けちゃう。そう、それで OK、 大丈夫です。で、上の底に鐘があるんで手で鳴らしてください。チャランって、はい、そうです。あとお願いしてください、ミケランジェロさんに。じゃ、ミケランジェロさんの写真を撮っといてください。スマホでちょっと自分のやつが写った方がいいんだけど、高い位置だから難しいね。ちょっと遠目から撮った方がいいかな。あ、そういうこと。うん、かなうようにちゃんと携帯に収めておいてください。はい、よし、これで叶います。これでハッピーですね。ハッピーですね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい。ありがとう。